若者が好むような、また自然にこう集まってくるような、そういったような競技が採用されたと、また女性のアスリートの数も増えるということで、これまでのオリンピックではない改革がなされたというふうに、大変いい印象を持っております。 組織委員会の室伏浩二氏は男女混合種目が多く採用されたことで、女性アスリートが増えることを歓迎しました。また、3人制バスケなどストリートスポーツが追加されたことで、若者にオリンピックの魅力を感じ取ってほしいと期待を寄せました。